パリ五輪第11日レスリング2024年8月5日シャンドマルスアリーナ男子グレコローマンスタイル60キロ級で東京五輪銀メダルの文田健一郎28イコールミキハウスが準決勝で23年世界王者のジョラマンシャルシェンベコフキルギスを4対3で下し2大会連続の銀メダル以上を確定させた決勝は6日日本時間7日未明に行われる 一点ビハインドの第二ピリオドに見せたド派手な反り投げとともに注目を集めているのが、文田が着用していたソックスだ。黒字に虎が描かれているこの一品、鬼塚タイガー製のもの。しかも実は左右で虎の目の色が異なっており、左足は緑色、右足は赤色のものになっていた。試合後、左右で違うんです。こっち左がわさびで こっちが生姜ですと指で指しながら説明した。にゃんこレスラーの異名を取り、無類の猫好きで知られる文田だが、飼い猫の名前が、生姜とわさびだ。今回の五輪は妻の由美さん、娘のヨ月ちゃんは応援に駆けつけているものの、それぞれ長女、次女として位置づけている生姜とわさびは日本でお留守番。現地観戦できない2匹の思いも背負って、 悲願の金メダルへあと1勝と迫った。